はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語確認テスト ① B 動詞編をお送りします。で、初めての確認テストですね。まあ、これはここまでの動画の内容を全部踏まえた、まあ、テスト問題ですね、をやっていきます。なので、まずここで一回動画を止めていただいて、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、まあ、分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部答え合わせをやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今までね、やった内容なので、まあポイントとかは詳しく説明すると長くなるんで、ちょっとね、省略しながら行きますけど、まず1番は、これは狐ではありませんという問題で、まあ今回タイトルに B 動詞編と書いてあります。今まで B 動詞っていうのは3種類あるっていう話をしましたが、もうみんな全部習ってます。 is、am、are です。これが B 動詞で、大事なことは、英語、まあ日本語にもありますけど、英語はまず主語を見つけるのがすごく大事です。その話の主人公、まあ自分主語のことよく主人公って言うんですけど、は何なのかなって、そこを見つける。例えばこの文、これは狐ではありません、主語何かなって、これ狐っていう単語が出てくるんで、こっちが主人公っぽくなっちゃうんですけど、基本的にはほにゃららはっていうのが主語です。つまり今だったら、これです。これが主語。だから、これがあるから、まあね、今までやったように、これは this を使うんだなっていうのがわかります。これって this だからね。じゃあ、this を使うんだったら B 動詞は何がくっつくのかなっていうふうに考えていってください。まあもちろん今までのね、授業動画で、this is って。もうセットで覚えちゃいなよっていう話をしてるんで、もちろんセットでこうやって出てきてもらっても構わないんですが、this にくっつくのは is なんだ、B 動詞がね。this am とか、this are っていう風にはならないので、そこを確認していきましょう。で、まあ戻るとね、まあ this is を使いたいんで、最初大文字ね。this is となります。ただ、この文は、ほにゃらら。ありません。キツネではありませんとあるので、否定文。否定文の時は B 動詞の後ろに not を使うので、this is not a fox となって、これで完成になります。で、もちろん今回ね、3本あるんで、this is not になりますけど、is not の部分、省略じゃねえや、短縮して isn't にすることもできます。今回はちょっと当てはまらないですけど、まあ、その辺も確認していってください。で、次。次は、私はユミですです。この主人公は、ほにゃららはだから、私。ここが主人公です。私はっていうのは、最初にやったね、愛です。じゃあ、愛にくっつく B 動詞何かなって考えると、アムです。つまり、私はほにゃららですっていうためには、愛、アムだったと。だからそれを入れればいいので、I am ユミ。って言えば、私はユミですという風になります。で、I am は短縮すると I'm になるんだよね。まあ、今回は1本、あと2本ね、あの回答欄があるんで I'm は入らないんですけど、まあ、短縮形もね、押さえておきましょう。ごめん、落とした。で、次ですね、あなたはトムですか。で、長い棒なので文全部作っていきましょう。まず主語はあなたです。あなた。だから使うのは you ですね。で、you にくっつく B 動詞は are だったね。you are です。で、ポイントなのは今回、トムですかって。か。質問してます。疑問文ってやつ。だから、スタートが you are じゃなくて B 動詞 are が前に出てくるんだよね。疑問文。質問したかったら。だから、are you ってなります。こっちが大文字ね、まあ、順番変わったから are you って変えることによって、あなたはほにゃらですかと聞くことができる。で、今トムですかって聞きたいから、ここにトムを入れる。トムは人の名前なので t は大文字のままで、気をつけなきゃいけないのは、これ疑問文です。最後は必ずクエスチョンマーク、まあ、ハテナですね。これで終えてください。で、読むと are you Tom?疑問文なんで後ろ上げましょう。Are you Tom? となります。で、答えましょう。はい、そうです。Tom ですか?って、うん、そうだよって答えたいので、はいだから、
Yes です。Yes。で、その後ろは絶対に忘れない comma ね。これを書いて、あなたは Are you? って聞いたら答えるときは I を使います。Yes, I am 忘れずに period。これで、はい、そうですとなります。まあ、せっかくなんでね、今度は問題にはなってないんですけど、いえ、違うよと。いうときは、no, comma, I am 忘れずに not をつけて、no, I am not。もしくは、短縮、さっきね、やった短縮を使って、no, I am not って言えば、いえ、違いますと。人違いだよってことだね。にふうになると。で、どんどん行きましょう。次は、私は先生ではありません。私、さっきと同じだね。私なので、I を使いたいと。で、I にくっつくのは、am だと。で、今回は、まあ、一番と同じように、ほにゃららではありません。否定文にしたい。つまり、not。これをつけたいと。でも、I am not で言ってしまうと、一本足らないんだよね。足らないっていうことは、短縮。どっかをくっつけなきゃいけない。で、今、am not はくっつかないんだよね。だから、I am をくっつける必要があるので、I'm で否定文。not a teacher ってやると、私は先生ではありませんと。これ teacher と言って先生って意味になります。大事な単語なんでね、ぜひ覚えておいてください。では右上行きましょう。あれは私の箱です。今回の主語はあれです。あれ。あれは、that でしたね。で、that にくっつく B 動詞は is です。that, yes. で、今回ね、まあ、そのまま入れましょう。あれはほにゃららです。疑問文でも否定文でもないので、そのまま行きましょう。that, yes. で、大事なのは、私の箱です。今最後の box。これが箱です。box。で、あのね、自分がちょこちょこ言いましたけど、この私のっていう単語ね。私のっていうのが、my, my です。my。これで、that is my box. で、あれは私の箱ですという意味になります。では、次、7番が、これはあなたの本ですかですね。で、まあ、これが主語なんで、this を使いたい。ただし、質問してる。疑問文になってるから、B 動詞を前に出す必要がある。普通だったら、this is。これね、this is で行きたいんだけど、B 動詞前に出てくるので、is、this から始まります。まずね、is this。で、あとは、あなたの本が残ってる。私のは my だったんだよね。で、あなたの本、あなたのは、このいつも使ってる you。これに r をくっつけて、you are です。you are。では、本はね、今書いてあるので、your book。is this your book?です。クエスチョン、最後ね、疑問文なんで、必ずクエスチョンマークで終えましょう。Is this your book? これはあなたの本ですかとなります。で、答えます。今度は、いいえ、違います。いいえの方なので、No. で、忘れずに、カンマ。で、Is this? 今、this を使って質問しました。これは、that で質問した時もそうですけど、this とか、that で質問した場合、答えるときは必ず it を使って答えます。No, it. で、no, it is, ちょっと変なことね。いいえだからね、忘れずに not。No, it is not. ってやれば OK。もちろん no, it isn't。こう短縮してね。こっちでももちろん OK です。自分は短縮した方がよく使いますけど。いいかな?で、まあ、せっかくなので、Yes バージョンも書いておきましょう。Yes、はい、そうですだったら、Yes にカンマ。で、Yes の時ももちろん It で答えます。It, is, period。これが Yes バージョンですね。ちょ、カンマ被っちゃったね。よいしょ。まあ、大事なことは、This とか、That で疑問文、質問した時には、It を使って答えますよっていうね。で、次です。あなたはオーストラリア出身ですと。で、これもあなたが主語。で、あなたはほにゃららですとなってるので、あなたは you くっつく B 動詞は
あーだったね。で、オーストラリアはね、最後に書いてあります。で、大事なのは、この出身。この単語ですね。で、出身は、こ、from です。from。You are from Australia と言います。で、最後の単語なんですけど、まあ、オーストラリアって発音したくなるんですが、オーストラリアって発音します。で、この単語ちょっと大事で、英語にはね、アクセントっていうのが決まってる単語があります。これは全部ではないんですけど、例えば、この単語、このね、この部分にアクセントがきます。まあ、発音記号とか見るとアクセントがくっついてるんですけど、それはその部分を一番強く読むっていう意味です。だから、オーストラリアって読むんじゃなくて、オーストレイ、ここが強いの。オーストレイリアっていう。で、アクセント問題を学校のね、テストで出す先生もいらっしゃるので、ぜひ、まあ、このね、全部きっちり覚えるのはきついんですけど、よく出てくる単語ではあるので、これの単語、強く読むのはこの部分、オーストラリアの部分なんだっていうのをぜひここで覚えちゃってください。では、ラスト。あれは私の学校ではありません。主語はあれです。だから、ザットを使いたい。で、まあ、ザットイズなんだけど、ありません。否定文になってるので、that、せっかく青で引いたからね、青で飛ぼうか。で、is not なんですけど、まあ、短縮に今回使いましょうか。もちろん短縮しなくても OK です。that isn't。で、これであれはほにゃららじゃないが出来上がったんで、まあ、使っちゃったと。残ってるのは私の学校が残ってるから、私のはさっきやった my です。で、学校ですね。この単語は多分今まで使ってないんですが、有名なので、もしね、知らなかった方はここで覚えちゃってください。スクールと言います。で、最後忘れずにね、ピリオドつけてもらって、That isn't my school となります。で、短縮せずに、That is not my school でももちろん OK です。いいかな？まあ、That is の方をね、省略して、That's でも構わないんですが、まあ、今回ちょっとね、この答えを書かせてもらいます。はい、という感じで、今回はね、こんな感じで2回言ってね、10問確認テストをやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。